はい、えー。皆さんおはようございます、えー。2020年の7月の7日、七夕でございます。えー、46日間チャレンジ、7日目を迎えることができました。1週間。ね。1週間継続をしてみて、 やはり私として成長したなっていうところはですね、え、YouTube の編集をする時間というのがですね、え、結構異常に早くなりましたね。え、これ移動中に私自分であの、編集とかしてるんですけれども、いや、最初ね、めちゃくちゃ時間かかったんですけれども、いや、一週間続けると変わりますよね。一週間でこんなに変わりますかね、46日後にはですね、そこそこ編集技術は上がってるんじゃないかなとていうふうに思うんですけれども、まあ、まだまだですね、え、かなりあの、ど素人的な感じで手作り 満載な感じなのであのぜひあの皆さんアドバイスといいますかいやこういうアプリとかですね使えばいいぞとかですね、えー、こういうのを買えば、うん、うまくできるぞとかいうのあったらですねあのどんどん購入していこうというふうに思っておりますので教えてくださいという感じですかね。 はい、えー。ということで、あの、継続してやっていくって本当に大事だなというふうに思います。あの、毎日ですね、こうやって学習をするようになって、私も、この行政手続法という一般法に立ち返る機会というのがなかなか最近取れていなかったものですから、いやー、個別法なんかをひたすら読む毎日だったわけですけれども、この行政手続法に改めて立ち返って、 で、学問上どうなっているかとかですね、定義をもう一度確認してみたりとかすると気づけることもあるし、で、あるいは、以前行政手続きをあんなに勉強したつもりだったにもかかわらず、気づけていなかった点とかですね、えー、今更あの疑問に思う、わからないこととかがいろいろ出てきて、 いやー、日々発見ですね。えー、そんな感じがしています。えー、毎日続けていきましょう。今日は第7条を見ていくことにしましょう。第7条、これはあ申請に対する審査応答というところで行政書士の業務としても非常に重要な条文かなというふうに思いますんで、見ていきたいと思います。 申請に対する処分、5条から11条にかけての条文が出てきます。このうち5条、審査基準6条、標準処理期間を前回まで見てきましたけれども、今日は第7条。第7条は、ようやくこの申請という段階に入っていくわけですね。 えー、許認可の書類なんかを整えて役所の窓口に持っていきます。行政書士として初めての業務で申請書類なんかを持っていくとかなり緊張するもんです。えー、もうね、めちゃくちゃね、こう、整えたりとかあ、役所のに何回もですね、事前に確認に行ったりとかして、で、ようやく役所に持っていくわけですね。で、申請お願いします、なんて言って、で、窓口でパラパラとこうチェックをしていただいて、で、そしたら、 ああ、これ、先生、え、住民票の有効期限が切れてますね、とか言われてですね、ええ、みたいな。 なんかいろいろやってたら時間かかっちゃって3ヶ月の有効期限が切れてしまっていたとかですね。<laughs> まあ結構ありがちだったりとかするんですけど、まあそういうことのないようにですね、事前に確認していかなければいけないですし、まあまあね、とはいえですね、あの不備があってしまうこともあったりとかするわけなんですよ。まあ役所の方とうまく協力をしながら、あそして申請を進めていくという姿勢が大事だったりとかしますよね。第7条をね、しっかり理解をすると、その申請 行為というのが何ぞやっていうのがよく分かってきますから、ここで一旦きっちり,きっちり条文をね、えー、確認しておくことにしましょう。条文、一緒に見てくださいね。えー、行政庁は申請が、えー、その事務所に到達したときは、地滞なく、えー、当該申請の審査を開始しなければならない。 これが前段に書いてあることです。申請の定義はいいですよね。これは2条の3号に出てきますから、今一度見ておいてください。法令に基づいて、で、そして我々はその許認可とかの、そうやって利益を得るような行為をして、で、そしてそれに対して行政が脱費の応答をすべきであるというふうに法令で義務付けられているようなものでしたよね。 法令という定義もあの2条の1号で出てきて、ここには条例を含むなんていうのを勉強してますから、一回一回ね、出てきたらそうやって定義を確認してみるっていう癖をつけるといいと思いますよ。この申請というのは法令に基づいてやるんでしたよね。法令に基づいて申請をし、そしてその事務所に到達をすると。昨日の第6条のところで申し上げましたが、到達というのも、これは我々の意思表示がですね、相手方に領地し得る状態になればいいという話をしました。 到、えー、到達達ををすするる申請が役所に到達をするそうすると、役所としては、役所の窓口としては、申請書類を今預かったわけですけれども、この時に、 うーんちょっと寝かしてみたらなんかいい味が出るかなとかって言って、寝かしてる場合じゃなくてね、一週間寝かしてみようとか、ね、そんなこと言ってる場合ではなくて、えー、地対なく審査を開始しなければならないというふうになっています。ここで覚えてほしいのは、以前はですね、行政手続法施行以前とかっていうのは、えー、不受理とかっていう概念がありまして、不受理、受理をしない。 なんていうことで、えー、そもそも受理をしなかったリアクションの都合でね、えー、あるいは返礼、返す、戻すで、返礼という言葉があります。これもあの結構いろんなところで出てくる言葉なので、返礼という言葉も覚えてみてください。返礼、えー、つっ返すってことですね。えー、ちゃんとした法令に適合する申請出してるにもかかわらず、合理的な理由なくですね、不受理が行われる、あるいは、 変礼がされてしまう、突っ返されてしまう、なんていうことがあって、えー、これはやっぱり不透明だよね、とか不公正だよね、なんていうことの批判が起こったことにより、えー、この行政手続き法ではですね、えー、受理の概念を否定したということになります。 行政手続通常のね、これあの、本当に一番最初の草案とか見ていると、えー、受理概念自体はあの、否定しない条文が入ろうとしていたんですけれども、やっぱりここではあの、樹理という概念の否定から始めようということで、えー、ここで大事なのは、えー、今まで観光として行われていた受理という概念を否定したということなんですね。ただし、 これ、もしですね、これ聞かれてる方で、あの、行政事務,所所事務所で働いてるとか、あるいは司法書士事務所で働いてる、法律事務所で働いてる方で、えー、役所に行かれる機会とかがあったりする方とかだと、えー、まだにあの、とか不受理とかありますよっていう方いらっしゃると思うんですよね。えー、受理員とかをしてもらいますし、あるいはなんか、役所の方もこれじゃ受理できませんねとか言いますよ。そうなんですね。えー、実際にあの、行政手続法第7条でこう定められているにもかかわらず、 なかなかですね、役所の内部にこう、刻み込まれたこの理という概念自体がですね、なかなか消えないという。えー、だからあのー、これはね、実務上では、 行政手続き法の考え方とですね、ちょっとなんかずれるなって思うこともあるかもしれませんけれども、でもこれが正しいです。この第7条の考え方が正しいので、最終的にはこういう条文を使ってですね、争うことも可能です。 ただし、私はむやみにですね、あの行政と争うという立場はですね、否定的なんですね。えー、基本的には役所の方々に対して協力をしていく立場でもあるので、えー、彼らに、あのー、まあ、彼らと事業者のこう、橋渡しをしていくっていう、そういう役割をやっぱり行政書士というのは担いますからね。彼らの立場は立場で理解してあげなければいけないと。こういうようなですね、あの考え方のもとにやっていただきたいなと思いますけど、最終的にはですね、やっぱこの条文というのは非常に 使えるといいう,うには思います前段では非常に重要なことが書いてあるので、しっかりここを読み込んでおいてください。そして、講談。講談も大事ですね。講談で書いてあることっていうのは、申請書の記載事項に不備がないかどうか、そして申請書に必要な書類が添付されているかどうか、申請することをできる期間内にされていたものであること、その他法令に定められた申請の形式上の要件に適合しないかどうか、え こういうチェックをするわけですね。要するに役所の窓口としては、記載漏れがないかとか、添付書類ちゃんと入ってるかとか、あるいは、 例えばですね、あの、更新の申請とかだったりとかすると、許認可のね、更新の申請とかって、えー、大体あのー、その更新期限、あ、まあ、有効期限のですね、許認可の有効期限の1ヶ月前までに更新の申請してくださいよとかってなってるわけですよね。なのにもかかわらず、その期限をですね、あの、過ぎてしまっている、なんていう場合はですね、もう更新できませんよ、なんていう風に言われてしまうわけです。なんで、そういう期間内にされたものであるかどうかとか、こういう形式上の要件チェックをします。形式上の要件 チェックをして、あ、これ不備あんじゃんとか添付書類足りてないじゃんと思ったら、大体あの電話かかってきますすぐ。 え、電話かかってきて、いや、先生ね、これね、悪いんだけど、添付書類、あの、住民票入ってなかったから、ああ、すみません、なんていうことで、本当はあっちゃいけないんだけど、そうやってあの、添付書類が入ってませんよ、なんていうことでですね、えー、不備の連絡が入って、補正を求められるわけですよ。で、補正を求められたら補正に従えばですね、まあ、すぐですね、審査があされるということになりますから、それでいいわけですよね。役所とも協力してそうやって進めていくということで、別に構わないわけです。 ただしですね、これあの、本当に素人の人がですね、 実際にあの行政手続き慣れてない方が申請書類とかを作ってしまったりとかするともう不備がありまくってしまうと結構難しい申請だとですねあの慣れてないとあれきついと思いますよなかなかできないと思うんですねでもう申請書類がもう全然作れないというようなことっていうのはあり得ますからそうするとどうなるかっていうともう役所としてはですねもう補正とかもう求めるとかじゃなくてもうこれはもう不許可にしちゃえということで不許可処分することもできますで 基本的には、これ実務上は、普通はまずは補正を求めるんですよ。役所としてもいきなり無限にですね、不許可処分って出さないんですから、普通は補正を求めるんだけれども、条文上どうなってるかっていうのがまず大事じゃないですか。条文上どうなってるかっていうと、形式上の不備がある場合っていうのは、役所としては、行政庁はですね、えー、これは、 あ補正を求めるか、あるいはいきなり不許可処分にもできるということを覚えておいてください。別に補正を求めないでいきなり不許可処分にしてもいいというのがこの条文になっているんだということですね。速やかにという表現も含めてですね、えー、覚えておいていただければなというふうに思います。 はい。えー、ということで、昨日の反省を踏まえて7条の説明をしたということで、一旦ここで終わりにしたいと思います。あの、昨日の反省を踏まえてっていうのがですね、えー、私、この、行政手続き法、一箇条本当は5分で取っていく46日間チャレンジをやるっていう話だったんですけども、やっぱりですね、延長癖が抜けないと言いますか、一箇条について喋っているとですね、もう、なんでしょうね、喋りたいことがいろいろ出てくるというか、説明をしなきゃみたいなのがですね、いろいろ浮かんできてしまって、 結局終わらない。昨日もあの30分ぐらい結局、えー、標準処理期間について喋って。 してしまいまいてそれをバスバスとですね、あの、切ったんですけれどもで、編集したんですけれども、それでも長すぎるということで、結局あの、前編後編後編とですね、バツンとあの、切ってですね、で、それであの、後編の方は自分の YouTube チャンネルでとりあえず上げると、もう、あんまりこう、レックさんにですね、長い動画をですね、アップロードしてあげてもらうとかやると、大変ご迷惑がかかってしまいそうなので、なので、あの、<laughs> 私の方でツイッターとかですね、YouTube であげるなんていうことをちょっとやらせていただいたんですけれども、えー、今回も実は行政鉄業7条まだ喋りきらないことがあってですね、もうちょっと喋りたい、えー。なんですけれども、ちょっともう一旦お時間ということで、えー、ここで切りますけれども、えー、私もまあツイッターとか YouTube の方ですね、YouTube で全然まだ上げてないので、登録者数ほぼいないんですけれども、えー、もしよかったら、 えー、チャンネル登録していただいたりとか、あとはま w、あ、ツイッターあのフォローいただいたらそこにアップしますんで、そこで、えー、もう少し続編聞いてもいいかなっていうふうに思う方はですね、聞いていただければなというふうに思います。じゃあ一旦ここで終わりたいと思います。以上です。お疲れ様でした。